なんだあいつは。目が合ってしまった。なんか呼ばれている。あんたそんなところで何やってんだ。実は今から急いで電車に乗って東京へ行かないといけないのですが、その服がなくて。服がない？ええ、泡だけはあるんですけどね。泡？何言ってんだ。僕今こんな感じなんです。そうか、風邪ひくんじゃねえぞ。じゃあな。ちょっと待ってください。このままじゃ僕電車にも乗れないんですよ。話せ。俺まで泡まみれになるだろうが。大体なんでそんなことになってんだよ。服はどうした。実は少し前まで僕はそこのソープランドであわあわして楽しんでいたんです。最近入ったミカちゃんって子が本当に可愛くて。それでお楽しみの最中、急に祖父から連絡が来たんです。普段電話なんてしない人だから無性に気になって出てみたら。出るのか。おばあちゃんが倒れたって。僕は大のおばあちゃん子なので取り乱してしまい、病院に駆けつけたい一心でミカちゃんや黒服の静止を振り切って泡まみれのまま飛び出しちゃったんです。でもこの格好じゃ駅に着く前に捕まってしまいます。まあそうだろうな。だからお願いです。あなたの服を貸していただけませんか。え、やだ。そうですよね。こんな泡まみれの男に服なんて貸したくないですよね。ああ、つうかそれならさっさとさっきいたソープに戻って服を回収すりゃいいだろう。それなんですけど、プレー中に飛び出したのが結構な問題行為だったようで、出禁になっちゃいまして。服を取りに戻ろうとしたら黒服の人に入り口で叩き出されてしまって今に至るんです。もはや状況的に進むも地獄引くも地獄でして、服を貸していただけないならせめて私を洋服屋まで連れて行っていただけませんか。洋服屋？そうです。この泡もいつまで持つか分かりません。僕が完全に生まれたままの姿になる前に服をゲットして早く病院に行かないと。それなら俺があんたの服を買ってくるから。それで。そんな時間はありません。あなたを待っている間におばあちゃんの身に何かあったら、それに万が一サイズや趣味が合わなかったら二度手間になって余計時間がかかってしまいます。趣味を語れる立場かよ。大体そこまでの決意があるなら一人でさっさと洋服屋に行ったらいいだろう。そうしたいところなんですが、泡が落ちないようにしてると身動きが取りにくいし、何よりこの辺りは水っ気が多いので泡が流される危険が高いんです。水っ気？なるほど。水をかぶって泡が流された瞬間、きっと私は即逮捕。おばあちゃんに会うどころかシャバの空気すら吸えなくなってしまいます。今の時点で逮捕されてもおかしくはないと思うが。そこでなんとか水が私にかからないようにしつつ洋服屋まで連れて行っていただけないでしょうか。一生のお願いです。どうかどうか。連れてってやるよ。本当ですか。ありがとうございます。あんたに水がかからないように洋服屋に着けばいいんだろ。はい、よろしくお願いします。あ、僕は阿波野と申します。俺は春日だ。じゃあ捕まる前にさっさと服買いに行くか。ありがとうございます。おう。待て。なあ。そうだ。ああ。分かったわ。それじゃあ。おう。おう、阿波野じゃねえか。ああ、春日さん、よかった、また会えて。この人がお世話になった春日さんって人かい？そうだよ。この人が春日さんにお礼を言いたかったんです。おばあちゃんも一命を取り留めて、こうして無事に退院できました。そうか、よかったな。なんでもこの子の無茶に付き合ってくれたとか、すまなかったね。いや、気にしないでくれ。元気に会えたならそれでよかったよ。あんたみたいに粋な男もまだいるんだね。これは孫が世話になったお礼だよ。なんか悪いな。ありがたく受け取らせてもらうぜ。これからどっか行くのか？今日は復帰祝いということで、おばあちゃんの好きなところに連れて行ってあげようと思いまして。おばあちゃん、これからどこ行きたい？そうだね、温泉に入ってさっぱりしたいわね。温泉か。それならあっちかな。それじゃあ春日さん、僕たちはもう行きますね。本当にありがとうございました。おう、ちゃんとばあちゃん孝行してこいよ。はい。たく、本当に風呂の好きな一家だな。